ユノアールさんから質問です。ちょっと俺も気気気になる。え、ダーツ歴はどれぐらいなの？ダーツ歴は10年目になりました。ああ、ですぐ上手くなった？あ、僕エフラになるのに多分3年ぐらいかかってます。ええ、ちょっとやる気ないながらもってこと？もうずっとなめてる。いや、もう1日6時間みっちり練習して3年かかりました。うん,ん、まあなんかでも俺も近いものがあるな。そんなに早くうん早く上達はしなかったな。 えでも3年エイフラかちょっとでもほんとそうやねそう考えたらでも嬉しいやろねその頃からのお客さんっていうかでもその頃は何をしてたのはいだ要するに10年前っていうのは店もないわけでしょあのー、高校の時から投げてるんですけどあそうか10年前で十16か学校にあの当時2000円ぐらいの脱板があってうん 貼り付けてて投げてました、うん、ああもうボロボロになっても、はいえー、そのボロボロになったとこを狙わないようにしてそうですねあわかるそのお金ないダーツはいいねそういうのやっぱ味わってるとね大事だよね、はい、えー、じゃあまあ言ってみればダーツ場にもちょっと通えないっちゃ通えなかったもんね23年は。 そうですね,そうですねだからやっぱそのねうまいおじさんたちと試合できなかったあのダーツできなかったってことよねそうですねずっと一人で投げてましたでもそう考えたらやっぱそのダーツバーに行きだして上がっていったってことじゃないそうあの、うん、鈴木健弘さんっていんです。いるんですけど、うん、あのその人のイベントにちょっと母親にお願いしまして、うん、行きたいと。 どうしても行きたいんだえーどこ店どこあのー、その時リンク和光、うん、ああリンク和光師はいああこの前行ったなーそうかそこでこで楽しそうに投げる人いるなーと思ってうーんもちろんチャレンジマッチもさせてもらってはいへえー、あそうなんやねじゃちょっとなんかこう感慨深かったんじゃないこの前のティガーカップそうですね,ととね全力で止めたんですけど あ止めたさすがねいやいいと思うよめちゃったんんでですすね、に覚えてるかかわないまあでも俺も伝わるかわかんないけどまあ、いつでも帰ってきていいんじゃないとは思うけどねそうですよね別にそんなもうバーニーも引退って言って次の年帰ってきたんだからあ、そうですそうそうあのバーニーもねなんかうん帰ってきてもらってね とは思っても帰ってきた方がいいんじゃないですかっていう感じで俺もなんかこう周りには言ってるどう思いますとかいうこともなんかこう求められることがあるから別に決めたことだし戻ってきてもいいんじゃないですかみたいな感じでね別にねダーツプレイヤーって意外と何年か経ったら結構普通にできるしね今なんかちょっとやりたくなくてとかできない状況になったとしてもね結構いますからね、あ。のー 子供がっったたととかか離、えーうん、離婚婚をを機機にに戻ってきましいや結構いるはまあい,る、ね、なんいろんなね環境の変化で戻ってこられてもと思うんで、ね、まあでもねそう考えたらちょっとこのね12年ぐらい武さんと一緒のメーカーだったのも結構で、ね、良かったんじゃない、はい、いやもう最初すごいドキドキしましたねやっぱりえー、そうかそういうことね ひろさんは、ひろ <laughs> さんも好きそうやね。はい。ひさんも好きやろ。ひろさんも大好きです。<laughs> 好きそうやもん。そのなんかそのキャラの感じがもう。大好きで。<laughs> ねえ、よかったねじゃあティガに入ってね。そうですね。もうひさんのおかげです本当に。ひろ、えー、さんのおかげで入れたようなものなので。うん。すごいねひろさん。なんかあの龍星くんも含めてなんか。 すごいその若手からのリスペクト感がちょっと俺にはない。